ごきげんよう。モチベーションアップ講演家の宮崎文隆です。今日は2020年7月22日水曜日。今朝は三好庄原倫理法人会モーニングセミナーへ行ってきました。帰ってから動画撮る作業に今移っております。ですからちょっと朝遅くなっておりますが、今日は第191回経営者モーニングセミナーでした。今日の講師の方は広島市中区倫理法人会山田康清幹事。テーマが大きなテーマですね。これは人生は神の演劇、サブタイトルが自分の役割を考えてみるというのがテーマです。この方は食事改善などをやっておられますので、栄養とか食事のお話がありました。その中で、一つ、たくさんあったんですが、一つこの、レジュメで言うんですかね、映像でこう出てくるわけですが、今日はそれで、これはズームで、配信してますから、ズームで7、8人の方が参加になってますが、これが、映像です。これは何かと申しますと、体は組織と臓器と細胞でできているとですね。そして、組織と臓器は薬で治せるが、細胞は食事でできているという話でしたね。そして、薬というのは、私、坂手流、坂手塾ですけど、坂手でちょっと読んでみると、薬というのはリスクってね、薬は副作用、リスクを抱えているという話もありました。この細胞は食事でできているわけですから、何を食べるかによって、私たちの体は健康は保たれるわけですが、その中で、こういうのがありましたね。正常分子栄養学というね、聞かれたことありますが、こういう栄養学ですね。その中で、ロジャー・ウィリアムス博士の言葉ですね。私たちの体は食べ物、そんなもの以外のものからは何一つ作られていません。これは学問的に真実です。ロジャー・ウィリアムス博士というね、正常分子栄養学、これが出されました。で、細胞も食べ物からできているという話です。そして細胞というところで思い出したのが、私の先輩というんですか、よく言っておられましたね。みやちゃん、細胞が喜ぶ生き方をしろよ。と、よく言われました。その方は、今日は細胞が喜んどるんや、みやちゃんと言って笑いました。どうですか、細胞が、今日のあなたは細胞が喜んでいる状態でしょうか、どうでしょうか。私は今、ちょっと細胞が喜んでいる雰囲気がちょっとありますね。その細胞というところで思い出したのが、いろいろ細胞にあるなというんで、でも認識がちょっとこれまたちょっと違ったんですが、細胞は日々少しずつ入れ替わると言うんですね。60兆個細胞あると言われます。いろんなことで、半年で細胞は変わるんだとかいろんな話が聞きましたが、ちょっとこれよく調べてみると、細胞というのはですね、それぞれの部位、体の骨であったり、血であったり、肉体であったり、目であったり、いろんな細胞で全部できているわけですが、その部位によって細胞の入れ替わるサイクルが違うというんですね。これがその表ですが、ちょっと見にくいですね、これね。ちょっと読んでみますと、なかなか読みにくいな、これ。はい。これは。腸。腸の、なんだこれは。腸の中、なんて読むんだこれ。腸管か。腸管の、上、皮膚、上皮、上皮、細胞は、
数日で変わるというんですね。肌は1ヶ月、血液、赤血球、かっこ赤血球は約4ヶ月、骨は約5ヶ月というんで、細胞は部位によって、ものによって変わるサイクルが違うんですね。そうですね。言われてみればそう、そうだと思いますよね。その細胞を、まあ、元気にするとか、まあ、いろんな方法あるんですが、まあ、とにかく細胞が喜ぶということを、いう生き方をやりたいなというんでね。確かにそうだなと。細胞は喜んでいるかなというのを続々チェックする。なんかやっていて、いや、これは細胞が喜ぶことをやってるのかなということを思うと、またちょっと違う視点が出てきますよね。まあ、世の中のためになっているであれば、細胞が喜ぶ。世の中のためとか人のためにならないけど、金儲けになるというのは、やっぱり細胞が喜ばないということもありますよね。ですから、時々、この行為は、この私が今やっていることは、細胞が喜ぶのかな、どうかな、という視点も、時々、こう、頭の中に、ひらめかすと、もうちょっといい、また視点が出てくるかもわかりませんね。まあ、今日はその話がありました。細胞は、そして、今日のテーマがですね、まあ、食事とか栄養学とか体のこと、まあ、いろんな話があったんですが、今日の講話のテーマは人生は神の演劇というね、自分の役割を考えてみるというのが、まあ、テーマでした。そして、話があって、最後のまとめの時に、山田さんは、山田康清さんは、私の思いはこれだと言われたですね。私の思いってね、世の中から生活習慣病をなくすこと。まあ、山田さんは病院なんか勤めておられたり、薬、薬のことをやられた人なんですが、その中で薬では体はまあ治らないというね、ということで、まあ、これいろんなことがありますが、人生100年計画、山田さんの思いというのをね、最後喋られたんですかね。50歳までは世の中から多くのことを学ばせていただいた期間、50歳までは。50歳からは学んできたことを世の中に伝える形でお返しする期間。ということで、すべては未来の子供たちのためにというかね、これが今回の山田さんのテーマである、自分の役割を考えてみるというんでね、こういうところに、まあ、達せられて、病院かなんか辞められて、今の会社を今作られたということですね。それで、作られたので、実は、最後のところで、コマーシャルを、3分弱流されたんですね。それなかなか面白いので、ちょっと私が撮りましたので、この後そのコマーシャルを見てもらって、締めにしたいと、まあ、思います。ではまたコマーシャルいきます。
栄養の勉強を始めてからですね、どちらかというと、薬の論文を一生懸命読んでいるのこういった本をですね、バンバンいろんな本を見ることの方が多くなりました。病院の先生というか、研究者の人たちがいるような、その人たちの、見つけたことの発表なんですけれども、やはり私たちの体自身は、やっぱり、こういった栄養によってどういうふうに、体が作られるのかっていうような、そういう流れの本の方がすごく、実践的にもいますし、やはり、うまくそれからの、こう、実践でですね、日常生活に取り入れることができないと、情報っていくら知っててでもですね、やらなかったら倫理と一緒で、身にならないんですね。ですから、やはりそこのところを、やはりこれから多くの人たちにですね、知っていただいたり、気づいていただけると嬉しいなと思っているところです。ね、マジ、ちょうどいい時間帯になってきたので、この辺りで。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。山田康清さんは、三好庄原臨時法事会によく出席され、一参加者として、何回も出席されておりました。で、今日は参加者から講師の立場で今日話を聞きました。そしてあと雑談でですね、話したんですが、山田さんは殿様の食事をされているとやりました。殿様ですかすごいんですねと思うと、この意味は何か、それは冷たい食事もいただくと。今はだいたい全部電子レンジにかけてパッとすればすぐ温かくなりますから、弁当なりコーヒーであったり、お茶であったり、牛乳であったり、まあ、食べ物は魚であったり、肉であったり、チーンとすれば、すぐ温まりますよね。でも、電子レンジのチンは、人間をチンすると言われてましたから、そのことで、殿様の食事をしていると言われたんでしょうね。そんな雑談も話もありました。それでは、今日も、チャンネル登録、よろしくお願いしたいと思います。電子レンジのことは、詳しくは、まだ奥が深いですからね、いろんな問題がありますが、これはまた今から調べていきたいなと思っております。では、ごきげんよう。また明日。